なんか結構ダメージがでかいな。後ろの半返りがなくなりました。で、後ろをちょっと研いでちょっと研いであげて、最初ですね、中仕上げから行って中仕上げ仕上げで通していったんですけど、仕上げを通した後に刃先を見たらですね、結構大きく丸みを帯びて白くなっているところがあったので、また粗からですね、粗中仕上げと通し直して、再度研ぎ直しました。で、今刃先がですね、ピンピンに立っている状態になります。で、仕上がりの目安として僕はですね、いつもこの指のここら辺の毛をカンナの刃でちょっとピピッと取って、この指の毛がカンナの刃で剃れればですね OK にしています。まあ、こんな感じでさーっと通せばですね毛を剃ることができます。毛が薄いから結構見にくいんですけど、見えるかな、まあそこそこ見えてるかな。で、ここら辺の毛をちょっとカンナの刃でですねさーっとこんな感じで毛が剃れます。毛も剃れるけど皮膚もちょっと剃れてるね。まあ、力全然入れてないんですけど、こんな感じでさーっと毛を剃ることができます。毛を剃るじゃないな、毛を剃る。おお、今日はまた特にいいぞ。ここら辺のね、毛を自分でこういう風に剃る場合はですね、怪我をする可能性もあるので、まあ、注意して自己責任で行ってください。まあ、上手に刃先が研ぐことができればこのようにですね、腕毛も簡単に剃ることができます。もうツルツルになった。刃物をですね、研ぎ終わったらこのような油で防水処理をしっかりしてですね、錆の来ないようにしたいと思います。これにちょっと取ってと、まあ、怪我をしないように気をつけて行ってくださいね。よっしゃ、
そしたらこの台の方に入れていきます。ガチャッと。はい、それではですね、先ほど研いだカンナを調整してですね、実際に研いでみたいと思います。これでいいかな。で、ちょっと雑談なんですけど、この間ね、こういうものを買ったんですよ。こういうもの、何かわかりますか？これ実はですね、このようなあのドリルとか、インパクト用のドリルとかを直せるプラスチックの小物になるんですけど、こんな感じでさっといっぱい入るんですよ。こんな感じでね、ほら、こういう風にまあさせるんですけど、もう100均のドリルの刃だったり、あの木工用切りを、まあ、いくつか買ったんですけど、まあ、収納する方法がなかなかなくてですね、 Amazon で今このようなビットを直せるプラスチックのを探してたんですけど、それは結構高くてですね、あの中国のとあるサイトで頼んでみたんですけど、こんだけ入っていくらだと思いますか？2、4、6パッド、ビットのね、あの直す用の容器が、まあ、10本入ってるんですけど、容器じゃないな、12個穴の開いたプラスチックのね、あのビットを刺す、プラスチックなんですけど、名前は何ていうかわからないんですけど、まあ、これがですね、今この袋に10本入って、まあ、中国のサイトで400円でした。送料入れて、まあ、450円ぐらいだったかな。まあ、だいぶお得なんですよね。まあそこら辺のね、紹介もまた動画にして、できたらいいなと思っております。で、これを使ってですね、またあのビットなんかをきれいに直す何か作れたら面白いかなと、まあ、個人的には思ってるんですけど、まあ、機会があったらですね、ちょっと作ってみたいと思います。はい、それではですね、この、6米のカンナでこの杉のね、木材があったので、杉の木材を削ってみようと思います。で、まあ、このカンナの刃はですね、まあ、僕の腕毛が反れるぐらい今ピンピンに立ってて、まあ、いい状態ですので、まあ、どれぐらい切れるかですね。この現在2200円のこの6米のカンナで、まあ、どれぐらい切れるか試してみようと思います。いざ。うん、刃が出てない。なんか出てない。よし。おお。おお。結構いい感じのが出た。すげえぞ。結構すごくないですか、これ。ほら、これは予想外の結果だな。でも刃がちょっと出すぎだな。めっちゃ切れるぞ。そう、めっちゃ切れる。そしてわかるかな、この木材の光沢。いやー、すごいな。
ほら結構薄いですよ。そしてほらすごくないですか。すげえ気持ちがいいぞこれ。まあ、僕もですね、あの研ぎ物を始めて約3年ぐらい経つんですけど、まあ、それでですね、まあ、こんな感じでできるようになりました。まあ、ですので、まあ、あのやり続ければですね、確実に上手くなってくると思いますので、まあ、まずはですね、あのこういった安いものから、始めてみればいいんじゃないかなと思います。やっぱりこっちのね、あの杉板の方も結構光沢があってですね、やっぱりカンナで削るとかっこいいですね。まあ、ペーパー仕上げとはまたちょっと一味違ういい感じの仕上がりになると思います。はい、それではですね、あの今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。